ラジオ、森岡本社が入居するホテルブライトイン、森岡株式会社ラジオ森岡は、岩手県森岡市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。ラジオ森岡そのままの愛称でコミュニティ放送をしている。1998年、岩手県発のコミュニティ放送局として開局。保有する特定地上機関放送局の 呼び出し名称は森岡コミュニティ FM。課長エリアは森岡市街及び郊外居住区。月曜日から日曜日までの24時間放送を行っており、自社制作番組以外は JWAVE のサイマル放送が中心となっている。本社とスタジオはホテルブライトイン森岡のロビーに設置されている。かつては東京支局もあった。 1997年、1998年、2001年、2005年、2008年、2009年、2013年上述の通り、2013年4月から、森岡市は、緊急割込み放送の運用を開始した。これに合わせて、緊急告知ラジオを公共施設や、商店街などに設置した。課長エリアラジオ森岡館内施設、ホテルブライトイン森岡会社概要ラジオ森岡。 AB 災害時に割り込み、盛岡市とラジオ、盛岡放送の協定締結。盛岡タイムズ。AB、盛岡市、ラジオ盛岡と割り込み放送協定災害情報で連携。盛岡経済新聞。2021年6月30日閲覧。ありがとうございます。